皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、こんな感じのちょっと大人を意識した上品なメイクに仕上げてみました。まあ、上品なんですけど、しっかりとカラー使ってるし、割と上品に見せかけて実は濃いメイクになってるので、よかったらね、最後まで見ていってくれたら嬉しいです。ということで、どうぞ。まずこちらアウアを使っていきます。今日はね、お外でお仕事があるので、そちらにね行くために準備メイクをしていきたいと思います。日焼け止め、こちらエスプア使っていきます。この日焼け止めすごい好きです。夏向きらしいんですけど、まあ私はサラサラ系の日焼け止めの方が好きなので、夏とか冬とかあんまり関係なくね使ってます。はい、こちらポール&ジョーのモイスチャライジングファンデーションプライマー S を使っていきます。今日はたくさんの大人たちに会うので、気持ちね、自分の中でしっかりしたメイクをする予定です。でも冬になってきたから、結構保湿力高めのファンデーションとか下地がいいなって思ってるので、ポール&ジョーにしました。で、濡れたスポンジで伸ばしていきます。ちょっとトーンも上がるので補正してくれます。はい、こんな感じです。割とツヤっとして見えるけど、全然ねベタつかないので、やっぱ久しぶりに使ってるのすごいいいですね。これ今日はまたまたこちら、久しぶりにプリマビスタ崩れにくい潤質感メルティンリキッドファンデーションのウォームオークルっていう色をね使います。これ去年発売されて、去年の冬に買ったからちょうど1年ぐらい経つのかな。すごいねこの質感好きで、去年もすごい使ってたから、もう中身が少ないんですけど、やっぱ冬に向いてるファンデーションなので掘り出してきました、久しぶりに。これは PR でねいただいた商品なんですけど、去年ね。でもね、すっごい良かったんですよ。本当にカバー力も高いし、保湿力があるっていうかね、内側の水分量、例えば化粧水を今染み込ませたりとか、美容液成分の高い下地を使ったりとかしたじゃないですか。そのいい成分たち、水分量たちを逃さないっていうのがすごい特化してるファンデーションで、ってすごい宣伝したところで、これはもう今年売ってないからあれなんですけど、今年も今年で新しい限定品とか出るのかな。プリマビスタは崩れにくい夏の下地とか夏のファンデーションが有名かなって思うんですけど、意外とね冬の崩れにくさにも対応してるので、ぜひチェックしてみてください。はあ、やっぱり久しぶりに使ってもすごいわ。なんか分かりますかね、この毛穴が見えなくなるし、肌が生き生きしてる感じで、コンシーラーはザ・セムの 2way タイプの方を使っていきます。口角の横にはつけておくと、キュッと上がった口角に見えます。最近ね、ほんといろんな化粧水とか美容液とか駆使してスキンケア頑張ってんので、肌荒れが減りました。ちっちゃい肌荒れはあるんだけど、結構減りました。やっぱりね、保湿させることとすぐにメイクを落とす、最近は夕方になってお家帰ってきてもう外出ないなっていうタイミングで、もう先にメイクを落としちゃったりとかしたらだいぶ変わった。はい、こんな感じでベースは完了です。で、リップクリーム先に塗っときます。このシエラビーズの、これすごい好きなんですよね。はい、こんな感じ。セザンヌのパールグローハイライト01番を使います。結構これがっつりつくので軽くつけていきましょう。セザンヌのハイライトすごいですよね、ツヤが。しかもしっとりしててプチプラに思えない質感。眉毛まだ描いてないけど、眉の上にもハイライトのっけて、はい、これで OK です。最近ハマってる韓国のシェーディングです。やっぱり3色ぐらい入ってるといいですよね。はい、こんな感じでノイズシャドウを入れていきます。うん、いい感じです。眉毛はですね、セザンヌで描いていきます。ブラシ付きアイブロウ繰り出しの02番オリーブブラウンです。
そうでね、この前ね動画で話してたこの余白がね、私は人よりも広いからちょっと外側にアイラインを入れたりしたらいいみたいな話をしたと思うんですけど、眉毛も同じらしくて、ちょっと気持ち長め、最近ね今まで長すぎたかなと思ってちょっと短くね逆にしちゃってたんですけど、長すぎて良かったらしくて、私の顔は普通はこうっていうのはあるとは思うんですけど、それぞれの顔に合ったやり方が改めてあるんだなっていうふうに思って、私はちょっと長いかなって思っちゃうぐらいでいいんじゃないかっていう話なので、ちょっと今実践してます。で、長いと結構ねインパクトあるので、あんまり濃くなりすぎないように調節しながら描きます。で、ある程度描けたらちょっとぼかしたりとかするとやっぱり眉毛のね境がぼけちゃうので、そこの部分だけ分かりやすいように整えてあげると、すごく眉毛描くのが上手い人みたいな仕上がりになります。分かりますか？なんか下が整うだけで全然印象が変わるんですよ。ボケてた部分がピッてね出るので、逆にちょっと柔らかい印象にしたい人はこういう風にコンシーラーとかでやらない方が柔らかくなるかなと思うんですけど、長くて濃すぎない眉が私のゴール地点な気がしてきてます最近。なんかそういうピンポイントにコンシーラーをのせるときにこのザセムがすごく役立ちます。硬いスティックタイプなので、液状だと柔らかいからね、そのピンポイントにちょっとこうのせづらいというか、どうしてもこう動いちゃう、トントントンってやったりすると広がっちゃうかなと思うんですけど、このスティック状のコンシーラーだとのせたいところにのせれるし、そんなに動かないのでトントントンってやるのが楽ですね。はい、こんな感じで眉毛描きました。そしたら次アイシャドウをやっていきたいと思います。じゃーん、ハネムーン、もう定期的に使いたくなるやつですね。ハネムーン の、 この一番明るいカラーから使っていきます。一番明るい色でもしっかり発色します。はい、こんな感じ。下にも囲っていきます。はい、こんな感じですね。したら次、こっちのカラーを使っていきます。はい、こんな感じです。ここの赤のカラーを使っていきます。二重幅に外側をメインにのせていきます。こんな感じです。そしたらトム・フォードのレオパードさんの方の黄色を使っていきます。こちら、はい、こんな感じで目の下に黄色を入れてあげて、ハネムーンに戻りまして一番濃い色を使います。はい、こんな感じでちょっとぼかしながらこんな感じで入れてあげます。で、濃いメイクにしたいときはこの一番濃い色を下にこうね入れてあげても可愛いんですけど、今日はそこまで濃くしたくないのでこれだけで大丈夫です。したらこの一番明るい色に戻って、こう目の頭のところに、よし、これで OK です。はい、こんな感じですね。仕事できそうじゃないですか
そしてチークはですね、まずこちらドルチェ&ガッパーナのブラッシュタッチクッションチークカラーの1番を使っていきます。このこんな感じでちょん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 って2箇所ほどにつけまして、指で広げていきます。うん、これでいいか。でしたらチークとか全部完成したので、こちらのマスクにつかないやつ、カバーマークを使っていきます。これ前回使った時ピューって飛んでて大変なことになったので、今回はねちゃんと気をつけてギュッとします。こんな感じですね。でくるくるくるってつけて、トントントンって、これすると本当にね崩れないので、長時間崩したくない時とかはつけてます。でこれはねつけても粉々しくなんないんですよね。だから冬とかにも、これからの季節にもいいと思う。水分量がすごく多いジェル、なんだっけ、ジェルオシロイなので、そうそう。でまたモンハンハンプッシュ、ツヤ感も損なわれないし面白いですよね。ジェルのオシロイってあるんだって思いました、初めて知った時。これをね実際1日レビューした動画が上がってるので、ぜひ気になった方はね見てみてください。本当にマスクつかない。これチークとかさ、ハイライトとか全部やった後につけるのがポイントでございます。でトン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 ってつけて整いました、私の顔が。したらリップ、あ、そっか、アイライナーとかマスカラとかしてない、ちょっと持ってきますね。と眉マスカラもしなきゃね。よし、こんな感じでまつげをパーンと開けたら、 RMK マットマスカラ N バーガンディのマスカラです。もうこれ大好きっていうか、もう RMK のマスカラが、私デパコスのマスカラでね、やっぱ一番かな、カラーマスカラでは。ブラックのボリュームとかだったら、この前のナーズもねめちゃくちゃ感動したんですけど、ナーズはねカラーマスカラがないんですよ。なんかナーズの人に言っちゃいましたもん、カラーマスカラ作ってくれないんですかみたいな。したらなんか昔にね一度カラーマスカラ限定で発売されたことはあるらしいんですけど、ちょっと私はねそれをゲットしてなかったので、そう、定番化してほしいですね。だからカラーマスカラデパコスの中では圧倒的に RMK が好きです。まあウォータープルーフ寄りっていうか、結構ねがっつりしたマスカラなので、さらっと落ちはしないです。オイルクレンジングしてても丁寧に落とさないと残っちゃうくらい、すごい強力ではあります。だからそういうのは好きじゃないっていう人もいると思うんですけど、私はもうこのカールキープ力といい、色味といい、完璧って感じですね。はい、こんな感じです。すっごいボリューム出てませんか。一見ブラウンに見えるんだけど、ちょっと赤みのあるブラウンで、すごく自然なので、職場とかにも使ってても変じゃないぐらいのバーガンディだと思います。はい、眉マスカラキスミヘビーローテーション使っていきます。もうやっぱ安定のカラー力ですよ。今日ちょっとうまくいきました、眉毛が。したらリップ、久しぶりにアルマーニを使いたいと思います。大人なカラー、こんな感じです。すごい大人でいい感じなカラーじゃないですか。はい、これで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、こんな感じになりました。ヌーディー系で大人な感じで、こんにちはっていう感じにしていきたいと思います。ちょっと髪の毛整えてまた戻っていきたいと思います。じゃあね。はい、戻ってきました。髪の毛はですね、サイドだけ少しこう横にちょっと違う方向を向いてる毛があった方が印象がまた変わるかなっていうことでやってみました。で前髪は結構しっかりめに内側に巻きました。もうちょっとオイル塗ってもいいけど、アクセサリーはこの前ね、ダラでなんか2個セット、ゴールドのもうちょっと大きいサイズとちっちゃいこのシルバーの輪っかがついてるやつを購入してみました。今回のポイントは、久しぶりにやっぱ使うとやっぱり発色がいいですね、このアイカラーコード。
もうトム・フォードは本当にねアイシャドウ発色がピカイチ、そして粉落ちも全然しないし、すごいんですよ本当に。特にこのハネムーンはもう大好きですね。でこのアルマーニのヌーディーカラーはなんか絶妙にねちゃんと塗ってる感あるんだけどヌーディーなんですよ。だからすごく好きです。で内側の奥の奥だけにちょっとだけこのアディクションの010番を薄く入れました。なのでこの2色でグラデーション作ってます。まあでも基本この色ですね。こんな感じで今回はお仕事行く日のメイクっていう感じのしっかりしたやつをやってみましたまとめの下手ですね。はい、こんな感じでね行ってみるのはいかがでしょうか。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもね毎日更新しているのでよかったらね遊びに来てくれたらとっても嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。